おはようございます。おはようございますなんかちょっとこんにちはって言ったじゃん。こんにちはでいいですよ。こんにちはって言ったじゃん。こんにちは。こんにちは。今日は何のお勉強ですか。今日はこのベースを使ってこういうお菓子の壁掛けを作ってみたいと思います。これ何用ですか。クリスマスです。あ、クリスマス用で。ここに別でお人形をつけてもいいし。サンタクロースのお菓子になってます。お菓子セットですね。そうですね。これ聞こえますかね。これ聞こえますかね。じゃあ、はい、今日も頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。では、では材料はこれで、作り方は、はい、まずこの花束、これとこれとこれ、この3個で束にしたおこをここに沿わせる花束を作って、でここをリボンで巻いて隠して、ちょっとこうドーナツとかぶるようにこう伝わるリボンにして、でこれはここに革紐をつけてこうぶら下がるようにして取り付けるだけ。そんなことまでしてたんですね。そうです。そうですね。だから これが簡単です。はい、まずこの束を作ってみましょう。スピードチャレンジ何分ですか。何分、これ何分でした。30分。30分ぐらいでできますかね。いや15分。15本は私ぐらいだった時。どこか。これにこう這わす感じで形をまずを作るから、うん、まず一本ずつこう、ま、カーブをつけて。一番下どれですか。一番下はこれ。うん、カーブ。これが意外と可愛いんですよ。この黄色みたいな。そうですね。雪っぽいしね。本当にそう思ってる。うん。え、雪っぽいしってこと。そう。いや、それはちょっとよくわかんない。じゃあなんでうなずいたの。いや、適当に。やめてよ。そこももうちょっとこう、うん、ふわって。ここは結構切っちゃうから。広げろってことですか、これ。これにもワイヤーが入ってるから、ちょっとこういうふうに。なんか自然っぽくしてる。自然っぽくなった。全然大丈夫。それは本当にそう思ってる。もう思ってる。こう、はい、こんな感じ。そうですね。はい、でこれもこれちょっとこのまっすぐすぎるのを気持ちこうぐるぐるってつけてあげて、これもやったで、これも同じようにこうカーブで、これがこの白い方が先に出るように重ねて、うん、これはまあここでくきって巻けるんだったら、こうちゃんとカーブ。これ一個ずつこう動くから、このこれもピヨンピヨンピヨンって動きをつけて
野菜もパンパンしない。はい、じゃあ次は、でこの重なり具合をちゃんと決めたら、ちょっと出過ぎかな、もうちょい白が、うん、あ、はい。で、そしたらここと、はい、ここがここのリボンのところ、はい、こことこのちょい先を、そっちも、この、まあ、とりあえずここをじゃあ束ねてください。これは20ですか？ん？ 20？ 26です。いや、そうじゃなくて20でなんか俺完全に忘れてたよ、今こんなんだったっけ、俺だって時間経つと、ワイヤーってこんなんじゃなかったよね今なんか自然にこんなことしてたけど、うん、そしたらもうちょっと これがちょっとバラバラになってると、ここに留めるとき留めにくいので、はい、ここのこの太いこの幹のところをこうやって重なるようにこの辺でもう一個ここを、はい、止めてあげてください。はい、そしたらここの部分をのためにここで短めに ここを切って、息がいいですね跳ねるね、なかなかで、はい、ちょっと巻きやすいようにここも一個縛ってるので、ちょっと長いからもうちょいこのワイヤーの下あたりで切って、で、はい、これをリボンをここに巻いてもらうんですけど、ここでリボン結びをしたいので、ここにちょっとこの 余らしといて、こう下からこうやって巻いて上に上がってきたの。これ長さこれ一緒にしといた方がいいの？いや、巻く方がそれはあの長くいるから、こっちをちょっと短くしといて、こうここで押さえといて、こっちを短くするの？うん、押さえとく方はね、これを巻き上げなきゃいけない。で、下から上に上がってくる。下から、うん、そう、ちょっと待って、え、一回この下のところをきれいに隠れるようにこう、ここからこうちゃんと、ここを、うん、で、ここでリボン結びを、蝶々結びをあ、ここね、うん、裏表ないから大丈夫ですね、うんうん、自由にやらせていただいて、蝶々結び余裕だよね。蝶々結びは余裕だよ、うん、じゃあ次も大丈夫、まだ次行って、この蝶々結びをするのがツリーに出てくるの、あ、ちっちゃいツリー今度作るやつ、そうですか、もうちょっとあのこのリボンを小さくしてもらって、できました、素晴らしいです。まだ5分ぐらいしか経ってないもんねで、その前、そうだ、なんか皮紐がなんとかかんとかって言ってたね。このドーナツさんはこれ皮紐でこうくっついてるんで、はい、こういう皮紐があるので、通常だとこの透明なやつがくっついてるんです。そうですね、それをあの
それで下げても面白くないので、テグスの方を取っちゃって、こっちの革紐をつけます。ちぎるんですか？これでして抜いちゃうか、ハサミで切っても、ハサミで切ってもいい。はい、ただこれこういうちっちゃい U ピンを作って使うんですけど、まあ、よく出てきますね。よく出てこれを、これキュッと縛ってあげて、これをここに刺す、刺すんです。めちゃくちゃきつく縛ったやつ、U ピンを。で、ここにどこでもいい、さ、最初糸を取ったところ、どこですか？あ、ここか。で、ここを、うん、で、ボンドとかグルーで止めて、今はちょっとないのですけど、入れて、こういう状態に。できた。これをすげえ簡単だった。簡単でしょ、うん、でこれをこのこう、これ重さでバランスもあるんで、重さあんまり変にこうやって斜めにつけちゃうと こっちに傾くから、うん、このぐらいでつけるんですけど、これくらい、うん、でそれをこれに固定するときに、はい、こういうふうにワイヤーで2箇所、ここら辺とこのさっきワイヤーで留めた場所、2箇所に割ってます。で、布をちょっとここで尖らして、でここにしてればすぐ刺さるんで、うん、で、これを裏向きにして止めると。で、ここ、うん、この辺か、この辺か、はい、はい、そしたらちょっとこれを整えて、うん、まず開けてちょっと綺麗に、これちょっと飛びすぎなんで、ね、ちょっと沿わせて丸に、うん、で、あと他のも合わせて沿わせて、こういうのもちょっとこう、このくるくるもちょっとこう散らしてあげるとかわいい、かわいいナチュラルな感じ。この人も安くて優れもれ、これですか、うん、これも安い、ドーナツも安いし、これ飴、飴、キャンディーだと思う。クリスマスにこんな巨大なやつあったよね、食べ物みたいなやつ、なんかよく見るよね。本当はこう多分ここスティックになってるのをよく見ると、あ、スティックか、食べ物じゃないか、あれ食べ物で、飴だもん、あれキャンディーだもん。あんなでっかいキャンディー見たことある？あれ本物、うんうんうん、本物じゃないけどえ、あ、本物もあるでしょ、あんなでっかいやつ、向こうですごいでっかいキャンディーいっぱい、向こう、向かの海外でどこって言われるアメリカ、アメリカでは見た、すごいキャンディー屋さんがあって、かわいい。こんなでっかいやつ？でっかいのから小さいのからカラフルなの。食べるのかな？食べるんじゃない？さすがだね。
て、もっと丸めた方がいいか。あとで最後に壁にかけながらやってみる、うん、このドーナツが、うん、こっちは両面で、こっちはこう固めにクリームがかかってる、うん、やつ、これをこういうふうにあの段差をつけてここにぶら下げる、うん、どっちが上でもどっちが下でも、はい、で、ここにこう縛るんです。キャンディーにドーナツをステムのところに、うん、この長さをまず決めて、こんな風になってるよりこうなってた方がいいでしょ。これは、うん、ちょっとここにかかってる方が一体感があるんです。それはじゃあこうする。じゃあこれをここに縛るだけなんで、本当このステムに縛りたいんだけど、無理やりこうします。長さを決めて、でそこを一つ縛り、二つ縛り、一つ縛り、二つ縛りって何？もう一回同じだけでしょ。肩結び、肩結びだ。肩結び。そして、うん、動けない。なって、で、このこの。で、もう一個つけてあげて。ドーナツが揺れる感じが可愛い。これ。これを。壁にかけて形をもう一回整えて、え、なんかすごい変変一回か壁に、あ、取れた。壁にかけてみて、はい、何なんかいけないところこれが下に全部行き過ぎなの、あの全体にこう馴染ませる。躍動感があるよ。躍動感そうですね、躍動感。躍動感ってなんかその動きをつけてくださいってこと。そう、そういう意味じゃない、うん、あ、そのこの、あのつるみたいなのは躍動感でいいけど、この葉っぱはちょっとこのこれとこれがバラバラになってるからちょっと馴染ますか。どうやったら馴染むのこれ。こう、あのこの上に来ちゃ、下に来すぎてるのをちょっとこういう間にこう入れて。あ、そういうことね、うん、はい、できました。いやいやいや、まあ、直して余地を残しといたんだけど。いや、何も変わってない、俺がこういじったことに。あ、どっちを、あ、こっちか、こっちを上に向けろって言ってるか。うん、あの、この葉っぱとこの葉っぱを、あ、もっとこれも、これもあの効果的に使えるから、こう、そのくるくるがね、うまくできないんです。手とかさ、ボールペンとかによくさ、針金を巻かなかった。一体何の目的でボールペンに針金を巻くんでしょう。それでピッて抜くとさ、バネみたいなのができて楽しいなって。遊ばなかった。で、そのバネをどうするの。そのバネが完成するだけだけど。やっぱこれバランスがあれなの。なんかちょっと傾いてる。あ、できた、うん、できた、かわいいです。できた、はい、完成。完成。いや、早かったね。意外と簡単、簡単でしょ。そこまで難しくはなかったですけど、うんうん、バランスはよくわからない。これ使うと、あの材料使
少なくても存在感。これ可愛いですね。うん、可愛いね。お菓子下げてもいいし。うん、あ、サンタクロース入れとけばいいんじゃないの、ここに。なんかここにさ、ここにドンとポイント入れると本当はいいかもしれない。サンタクロース？うん。花？これ一応これで、いくらだっけ？3338円。惜しい。でもまあ3000円台。あ、結構お安くできますね、うん、これ簡単だし、お値段の割には完成度高い。そうですね。はい、じゃあ次は一つ目終了と。クリスマス一つ目、あとスワッグとミニクリスマスツリーを作ってもらおうと思ってますので。はい、わかりました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。